はい吉田隆の教え方チャンネルです、えー、進出漢字の学習をするときに漢字スキルだとか漢字ドリルにその進出漢字の用例 まあ熟語なんかはそうなんですけども、えー、それがね、4つだとか5つ書いたものが出てきます。この指導どうするのですかということなんですけども、私はね、指導はシンプルにというのが基本的な考え方です。寝室漢字の際には、寝室漢字だけ指導するという考え方です。でじゃあ、あとはどうするのですかということなんですけどね、えー、漢字の要領は音読指導でというのが私の考え方です。じゃあ、具体的にどうやってやってきたのかと。 いいいううのを今日はお話し,していこうと思います、はいえー、それではですねまず私の漢字指導を簡単に説明していこうと思います。えー、これはですね漢字ドリルをちょっと再現したものです。えー、まずね、えー、今日は係、板、り柱を勉強しますというふうに言います。続いてかり、えー、を指差しますということで「けいかかるかり」係係係というふうに読みがなを読ませます。 子供たち、この後続いてもう一回読むわけなんですよね。で、次、その下といって、ここですね、えー、いわゆる熟語とかね、漢字の用例が書いてあるところなんですけども、えー、関係、連携、プレイ、係員、図書係を決めるというふうに読みますが、えー、慣れてきたら私はですね、関係、連携、プレイといって、次はと言います。と、子供たちは係員とご読みますね。で、次はと。 図書係を決めると、こんな風にして読むわけですね。えー、これはですね、このドリルをちゃんと見てるかということを確認するためにやるんですけども、例えば係員のところでね、えー、どうもね、声のトーンが落ちてきたなと思ったら、これ、係員って読むんだよと、もう一回読んでごらんという風にしてやります。で、次何をするかと言いますと、ここですね、えー、ここに注目させて、えー、係は人弁嗅覚。で、次は、では。 書書きき順ををを見て画数を唱えながら指書きをします3回書いたら終わりですと、まあ、3回書いたら終わりですということもありますし目をつぶって書けたら終わりにしますというふうに言うこともありますねこの後はドリルによって違うんですけどもね、えー、なぞり書きをさせてまあ空いてるマスにそのまま漢字を書かせて終了とこんな感じになります、えー、私はですね漢字指導の基本というのは本人が書いて覚えるもちろん指書きも入るんですけどもね えー、そ,のそれが一番の基本だと思いますね。教師が解説して覚えるわけじゃないです。で漢字ドリルだとか漢字スキルっていうはというのはそのための方法が書いてあるんですよね。 ですから本来ならば子どもたちが漢字ドリルを見てその通りやっていけばいいんですけどもなかなか習慣づきませんし、ね、やってる子やらない子どうしても出てくるのでこうやって区切って指導しているということですよね。で教師の出番はですね、画数を正しく数えながら指書きをしているかをチェックして歩くということですよね。ですから指書きしているところが一番の仕事だというふうに思って私は期間遵守をしています。 で一方ね、この要例の部分ですね、えー、関係、連携、プレイ、係員、図書係ってあるんですけども、教科書で多分出てくるとすると、関係だけだと思いますね。それ以外はどうするのかということなんですけども、それ以外はここで読んで、私は終了です、えーね。これをまた宿題に出したり。 何度も何度もしつこくやっていくともう子どもは漢字が嫌いになるだけですね、えー。そこでは教科書で使う言葉を用例として、まあまあ、教科書で使う言葉を、ね、音読を交えながら理解していくということを中心に据えます。えー、さらにはですね、えー、この止めだとか跳ねだとか払い。 えね、色を変えながら、ねえー、細かく指摘される先生もいるんですけどもこれは、ね、ドリルを、ね、上からなぞれば分かることですね指輪の薄く、ね、なぞる部分ありますから、えー、ですからあまり私は強調しません仮に間違いがあったとしてもほとんどの場合は許容範囲内に入るというふうに考えています。 はい、えー、では音読指導の中でどう指導していくかっていうことなんですけどもね、えー、必ずやってるのが難しいね言葉の意味調べこう辞書を引く練習もさしています。これは非常にシンプルでまあ、こういうふうにね、えー、教科書の上の方に調べる漢字いやごめんなさいね調べる言葉を書いてその下を辞書で弾きながら調べていくという感じですね。 えまあ紙から流れてきたの、紙ですね、にわかに翻る,がえる遠眼鏡、ね、これ、山梨のところから持ってきたんですけどもね、まあ、通常4つから5つ程度、私がね、これはどうしてもね意味を調べてほしいというのを示して、で子どもたち、辞書で引いて調べていって、そのほかにね、わ、えー、からない言葉があったら自由に引いていいですよということで、こうね遅い子と早い子の差を埋めるようにしています。 で時間が来たらそれぞれの意味を発表させて、えー、少なくとも私が示したこの4つだけは必ずノートに移させて終わるということですよねあのこういう言葉の意味調べは私は非常に大事だと思っていますで次はですね連れ読みだとか一文交代読みの機会を取りながら、えー、読んだり、ね、声が小さくなったりしたところこれ何度も言ったんですこれ、ね、読めてない可能性が高いんですよね なら、再度音読をしたり、意味を解説したりするというような形ですね。この音読を授業の中で、まあ、何度も話しましたが。最低限10回ぐらいですよね。10回近く、長文ですとなかなかうまくいかないんですけども、を読んでいくと。 でスラスラ読めるようになればさっき出てきた関係だとかっていうね意味分かってきますし使い方も分かってくるというふうに考えていますまあこのようにして私はね音読指導でまあ漢字の要例の指導をしているということですはいご視聴ありがとうございましたお知らせです吉田隆チャンネルというホームページを立ち上げています 毎月行っているセミナーの案内、えー、教科単元ごとに仕分けをした動画へのアクセスリンク、えー、これは教材研究のお役に立つのではないかなというふうに思っております説明欄に URL 貼り付けておきますのでアクセスの方をよろしくお願いしますはい、この動画が役に立ったという方いいねボタンをクリックそしてチャンネル登録をお願いします